どうもフリーマンこと長谷川です。今回ですね、望月竜平、オンラインサロン被害者が増えているという話です。オチとしては20年近く前のアメリカの詐欺を流用しているというところなんです。先日自分は東京新聞の望月磯子記者やその弟さんでプロデューサー脚本家の望月竜平さんの話をしました。その際に望月記者は竜平さんのオンラインサロンの件について説明してほしいということを述べました。その動画を投稿した後にツイッターをチェックしてみたら、自分宛に竜平さんに関する情報を教えてくださる方がいらっしゃいました。それを手がかりに調べてみたら、どうやら竜平さんのオンラインサロンの被害が拡大しているのではと思うような情報がたくさん出てきたんです。今回の本題に入る前に、以前の動画で話した望月竜平さんのオンラインサロンの問題点について触れていきます。どのような問題点があるのかというと、1、竜平さんはイラクなどの外国の通貨の値段が上がるのを予測して販売する。2、サロンで外国通貨の売買を会費を取って行う場合は投資顧問登録が必要になるが、その点において法律違反に当たる可能性がある。3、借金を借りるだけ借りて踏み倒せばいいと教え込んで借金をさせ、陰謀論を話しながら有料会員に誘導。4、2020年4から6月にかけて大阪、北海道、京都などでマスクなしで5回も合宿を行っている。5、竜平さんに反対しようにもその反対した方を SNS 上で氏名を晒して批判する。こういった問題点があるんですが、これで一般2000円、学生500円を取るのはいかがなものかという疑問を自分は呈しました。正直なところ、竜平さんが扱っているイラクのディナール、インドネシアのルピア、ベトナムのドンという地域通貨を購入させるというのが自分としては一番納得がいきません。先日の中国金融とクリーンネットワークの動画で話しましたが、アメリカなどの西側諸国が本気で動けば中国金融、経済がすぐに干上がります。そうなるとイラク、インドネシア、ベトナムも少なからず影響を受けるので、今の時期にこれらのお金に投資をするのはどうかと思うんです。実際竜平さんのサロンに関するまとめ情報などを見ていると、日本の緊急小口資金をそれらのお金に投資して被害が出ている書き込みを見受けます。他にも数千万単位でお金を騙し取られて一家離散になっている被害の書き込みもあったりするので、本当だったらかなりやばいんです。そこからいろいろと調べてみたら、竜平さんも含めてそのあたりに関する指南をするボスがいることが分かりました。それが内藤春助氏という人物なんです。この内藤氏、竜平さんのオンラインサロンの YouTube アカウントの動画にもよく出てくるんです。しかし経歴を調べるとどうにも怪しい部分が出てきます。まとめを見た限りだと、1952年生まれで、1967年全国中学生水泳大会優勝、1973年に全米学生水泳選手権でも優勝、1978年に帰国後日本で企業コンサルタント、その後インディアナ州立大学院にて心理学修士、1980年に水フィルターを開発後日本の五輪水泳チームに提供、1984年にそのフィルターを国内に紹介し数年後販売会社を設立、1990年初頭厚生省と共同で医師の研究調査をサポートする取り組みを行う、1996年から1997年山形県の株式会社前倒出願人として特許申請、同時期の1995年から1997年にアメリカでも特許申請を行っています。1998年から2006年にかけアメリカニューヨーク州のオニオンタにて指導者特許を複数取得しています。2006年には皇室に仕えており、その4年後の2010年、皇室から追われています。2019年には本人かどうか不明なんですが、ブログを開設。2020年に望月竜平さんとコラボを開始しているんです。ただこの経歴がコロコロ変わっているようなので、これは経歴詐称と言えるのではないでしょうか。しかも内藤氏は1995年4月28日の週刊誌
フライデーにも掲載されています。どういうことで掲載されたかというと、一時期テレビの CM で有名だったバーナル化粧水関連で掲載されていたんです。実はこの化粧水という触れ込みのただの水を内藤氏は米国地球環境大学大学院岡山分校米国地球環境大学大学院教授環境学博士という肩書きで宣伝をし、それが原因でアメリカに逃亡したそうなんです。そして竜兵さんのサロンである鳳凰クラブで活動をするために戻ってきたということになります。しかも内藤氏の話しているイラクのディナールなどに投資するというホワイトハットの手口なんですが、これには元ネタがあるんです。実は1990年代のアメリカにはネサラという陰謀論を語りながら経済改革を行うという集団がいました。もともとネサラに関してはハービー・バーナード氏という人物が1990年代に政治に対してアプローチをしたんです。しかし全く見向きをされませんでした。そこでバーナード氏は2001年にネットで活動を始めたんです。ここからのポイントなんですが、そのネサラのネット空間で活動をしていたダブオブワンネスというニックネームを取った女性ユーザーシャイニー・グッドウィン氏がいたんです。このグッドウィン氏の陰謀論系の発信が話題を呼んでネサラの事務局長に就任をしたんです。そしてグッドウィン氏は陰謀論を織り交ぜた講演を行って寄付金詐欺を始めました。これはネサラの創設者のバーナード氏の意向を無視したものなんです。そしてネサラを利用したグッドウィン氏は自らをホワイトナイト、日本語で救済を行う第三者を名乗ってオンライン上にレポートを載せます。その後2000年代後半にそのレポートをきっかけに寄付金詐欺の捜査が入ったんです。しかしその頃には肝心のグッドウィン氏が亡くなっていました。ちなみにこのネサラにおいても内藤氏が扱っているイラクの通貨詐欺が行われていました。その後2010年に内藤氏のホワイトハットレポートが登場しているので、いろいろなものがつながっていくんです。こうやって時系列で話を整理していくと、望月竜兵さん、そしてそのボスである内藤春輔氏は20年近く前のアメリカの詐欺を流用しているのではないかという推測がなされるんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。